皆さんこんにちは、長寿健康課の稲葉です。今日は介護保険制度や介護保険料についてご説明します。介護保険制度とは、住み慣れた地域や自宅でいつまでも健やかに暮らせるように、また病気や怪我、認知症などにより介護が必要になっても、本人だけでなく介護者や家族にかかる介護の負担を軽くし、安心して自立した生活を送れるように社会全体で支えていくための制度です。要介護認定を受けた方が介護サービスを利用する際に必要となる費用の一部を保険者である敦賀市が給付する仕組みとなっており、この介護保険制度を運営するための財源は、40歳以上の皆さんに納めていただいている介護保険料と、国、県、市が負担する税金等の公費で賄っています。介護保険料は年齢によって納付方法や算定方法が大きく異なります。40歳から64歳までの方は第2号被保険者といい、加入している医療保険の一部として医療保険者に納めます。保険料額の算定方法は医療保険ごとに異なりますので、詳しくは加入している医療保険者にご確認ください。65歳以上の方は第1号被保険者といい、保険者である敦賀市へ介護保険料を納めていただきます。第1号被保険者の方の介護保険料は、市の高齢者数や必要な介護サービスの総費用などを推計して3年ごとに見直しを行う介護保険事業計画により決定します。敦賀市では今後、75歳以上の後期高齢者の増加や、それに伴う介護サービスにかかる費用の増加が見込まれることから、令和3年度から令和5年度までの第1号被保険者の介護保険料の基準額を7万5600円としています。この基準額をもとに、前年中のご本人の収入や世帯の課税状況などにより、10段階に分けて介護保険料を算定しています。また今年度も第1段階から第3段階の方の保険料について負担軽減を実施しています。詳しくは介護保険料額決定通知書等でご確認ください。なお、保険料を正しく算定するために、前年に所得がなかった場合でも必ず所得の申告を行っていただくようお願いします。65歳以上の皆さんには、算定した介護保険料の年額、納付期限などを記載した介護保険料額決定通知書を発送しています。介護保険料の納め方は、年金から転引きする特別徴収による方法と、納付書や口座振替で納める普通徴収の方法があります。年額18万円以上の年金を受け取っている方の介護保険料は、原則特別徴収により納めていただきます。年金が年額18万円未満の方や、年度の途中で65歳になられた方、敦賀市へ転入してこられた方などは普通徴収により納めていただきます。なお、納付方法を自由に選択することはできません。普通徴収のうち納付書で納めていただく場合には、通知書に記載している納付期限をご確認の上、お近くの金融機関の窓口で納めていただくようお願いします。口座振替をご希望の場合には、インターネットを利用して介護保険料や市税など公金の口座振替の申し込みをすることができます。敦賀市のホームページから、夜間や休日などいつでも手続きできますので、
納付の手間や納め忘れがない口座振替をぜひご利用ください。介護保険料の未納が長期に及んだ場合には、介護サービスを利用した際の利用者負担割合の引き上げや高額介護サービス費が支給されなくなるなどのペナルティがかかる場合があります。介護サービスが受けられなくなることはありませんが、ご本人や家族の負担が増えることになりますので、介護保険料はきちんと納付期限までに納めてください。新型コロナウイルス感染症の影響により、第1号被保険者である65歳以上の方の属する世帯の生計を主として維持する方の事業収入等が減少したなどで、一定の条件を満たす場合は申請により介護保険料の減免を受けることができます。減免の対象となる介護保険料は、令和3年度および令和4年度の介護保険料のうち、令和4年4月1日から令和5年3月31日の間に納付期限が設定されているものです。詳しくは長寿健康課までお問い合わせください。要介護・要支援の認定を受けている方には、7月中旬ごろ介護保険負担割合証を送付しますので、ご自身やご家族の負担割合のご確認をお願いします。現在、敦賀市では75歳以上の方の3人に1人が要介護認定を受けています。介護保険は誰にでも起こり得る介護について社会全体で支えていくための制度です。介護が必要になった時に安心して介護サービスを利用していただけるよう、介護保険料の納付にご理解とご協力をお願いいたします。